日先、計画名スプリント A、別名エクシード、旧称トップスは、東京大学、東北大学が中心になって計画した、惑星観測専用の宇宙望遠鏡で、宇宙航空研究開発機構が開発した、イプシロンドケットで打ち上げる小型科学衛星シリーズの1号機、太陽系内の惑星観測専用の人工衛星としては、世界初となる。 当初は2013年8月22日に打ち上げを予定していたが8月27日に延期され27日の打ち上げ直前に当日の打ち上げを中止した9月14日に打ち上げが延期され最終的に同日14時に打ち上げられ約1時間後に軌道に無事投入されたこれを受けて JAXA はスプリント A の愛称として日先の先 うちの裏のある津大半島の先端の地名の日先に由来と命名した11月19日に分光観測を行い定常観測運用を開始することができることを確認した大気の吸収を受けない宇宙空間から極端紫外線で太陽系内の他の惑星の大気やプラズマに起こる宇宙空間への大気の流出磁気圏の変遷等を継続的、集中的に観測する 惑星大気観測に特化した、合計20センチメートルの望遠鏡を搭載。地上の望遠鏡では、大気の吸収を受けるため極端紫外線領域は観測できないことによる。すでにアメリカのハップル宇宙望遠鏡など、より高性能な宇宙望遠鏡が運用されているが、これらは様々な天体観測に用いられるため、惑星観測に当てられる時間は限られてしまう。 特定の惑星専用の探査機を飛ばせば非常に高精度なデータが得られるものの、高額の費用がかかり、目的の惑星以外の観測は困難である。用途を太陽系内の惑星観測に限定すれば、ハップル宇宙望遠鏡のような高い性能は必要ではなく、小型の安価な宇宙望遠鏡で複数の惑星を継続的に観測できるという利点がある。 衛星のサイズは1メートル1メートル4メートル、重さは335キログラム、高度約951、150キロメートルの地球周回大円軌道上から観測を行う。観測対象を紫外線領域を中心とした理由としては、これまでの惑星探査機の観測結果によれば、対象となる惑星の仮想大気を観測するにあたり、UV 領域における反射が観測できるという、 点であるこのことによって、金星などの惑星における大気運動観測や、大気成分分析が精密に行えることになる。開発費は、数十億円程度の見込みで、研究段階においては、無人宇宙実験システム研究開発機構の小型地球観測衛星の a a セ n a シリーズと、共同で研究が行われており、この結果、両シリーズともに、NEC 製の標準衛星バス。 ネクスターが採用されている、投衛星に搭載されている、オプション実験機。読み方はネッシー。正式名称は、ネクスト、ジェネレーションスモールサテライトインストゥルメント法 EPS 次世代電源系機器の宇宙実証実験を行う、2013年11月2日にエリシーへの補充電ができないことが確認された。データ取得に必要な充電容量はすでに満たされているため、 放電特性の取得は可能だが、繰り返し重放電特性の取得は実施できない、可能性がある。ありがとうございます。